ラブカス TV 川口学です、えー、皆さんもすでにご存知かと思いますけれども今ドイツでですね、えー、自動車ショーやってるんですけども例年のフランクフルトから今回はミュンヘンに移ってこの時期に開催されているということなんですがここでついにメルセデス・ベンツの G クラス電気自動車が登場しました EQG という名前でですね発表されたということで、まあ、これをですね簡単にサクッと解説したいと思います。 で、この G クラスですけれども、もうご覧になっていただいてお分かりになりますように、今の G クラスのデザインはもうそのまんまに EV 化されているというのが特徴です。まあ、あの、ご覧になっていただいて、デザインについて賛否両論ですね、いろいろあるかと思いますけれども、で、まあ、これ、プレスリリース読みますと、Ready for the age of e-mobility というふうに歌われているわけですね。要するに、e、e-mobility の用意ができてますよということを今回歌ったと。 まあこれはいわゆるコンセプトモデルなので、ザコンセプト e q g という名前が付けられています。EQ というのはメルセデス・ベンツの電動モデル。これには全て EQ というモデルが付いてますし、すでに EQC、EQA、EQB、EQS。そして今回 EQE なんかもですね登場してますし、マイバッハの EQ なんかも登場してますけれども、様々なそういった EQ シリーズの中に G クラスもありますということで EQG という名前になっています。 これはもうすでに以前から噂されていた通りの名前かなというところですね。プレスリリースによりますとニア・プロダクション・スタディというふうに言われてますのでもうプロダクションモデルに近いスタディモデルというふうに。 位置づけられている車でございますで実はですねこの EQG なんですけれども2018年にデトロイトショーでワールドプレミアされた際に当時のですねメンセスの会長だったディーター・チェッチェ氏がですね G クラスの EV モデルありますすよとということを言ってたわけですねでそういったですね約束がまあ今回守られたということになるわけですメンセス・ベンツも先日ですね、まあ、今後はエンジンをやめてですね完全電動に移っていくようなまあ用意があるという発言をしていましたからその一環としてどんどん EV モデル出してますけれどもその流れの中に ここの EQG もあるとということですよねで今回は、まあ、新しい2018年新しくなったこの LED のですね丸めのアイコンが非常にユニークな現行の G クラスけれどもそれに加えてこの EQ バージョンはグリルが四角い LED のものになっているのが特徴というところですね。まあ EV になることによってエアインテークがいらなくなるのでその部分はグリーズして必要なくなるわけですけれどもここに LED を置いてまあ LED をグリルに置くというのは他の EQ シリーズとも同じ流れなんですけれどもさらに今回の G クラスの場合はこの LED の枠の中に青いですねスクワークルまあスクワークルというのは要するにスクエアのサークルですからまあ角が丸まった四角ですけれどもそれをですねこうアニメーションで。 入れるるとというようよななことをやっているのが特徴になりますで、まあ、ブルーというのは当然、まあ、EQ モデルブルーがモチーフカラーですのでそれを使っているということですね。でまず全体をご覧になっていただきますとまずツートーンのカラーリングになっているのがちょっと今っぽいなというところですけれどもトップはですねグロスブラック、まあ、要するにボンネットから上はですねグロスブラックで塗られていてそしてそこから下はですねグロスのアルミニウムで塗られているというツートーンになっているのがまず目を引くところでございます。 でさらにエクステリアミラーを見るとエクステリアミラーにもこのヘッドライトと同じような丸い LED のモチーフがついてるんですねこれも特徴になっていてこパッと見た瞬間に、まあ、EQ の G カスであるという証しになっているというところでしょうね。でさらにボディのですね横に今までモールがついてましたけれどもそこにもこう LED のイルミネーションがこう入るというようなところで、まあ、EQ モデルであるということを象徴しているということになります。 装着タイヤとアルミホイールですけれども、これは22インチということになっています。ご覧になっていただくと分かるように、以前だと前バッハとかについてたような、ちょっとこうディッシュっぽい感じで太いスポークっぽい感じのデザインになったものが与えられているというのが特徴です。まあ、これもコンセプトっぽいホイールでありますけれども、実際どうなるかというところは非常に気になるところではありますね。さらに G クラスといえば、リアにスペアタイヤを背負った独特のこの見た目があったわけですけれども、ここに、 まあスクワークルの四角くて角が取れたボックスがついてるんですねさらにここにも LED が走っているわけですけれどもこれはですね果たして何なのかなと思ったらチャージングケーブルが入っているということで要するに充電コードがあの中に入っているということで当然 EV となると充電コード必要ですけどもそれをどこに収納するかなと思ってたらあの部分に収納するということをですねアイデアで考えてきたとそんなデザインになっておりますこれもまたユニークなところですねさらにですねルーフを見るとそこ,こにはフラットルーフラックが乗っかっていて このまあラックの上に荷物を載せたりとかっていうことはもちろんできるわけですけれどもここにですね G のシェイプを入れることによってこのモデルの社名を主張しているというそんな遊び心あるデザインも入っているのが特徴といえるところですね。どこから見ても G クラスですけれどもそういった LED を採用することによってどこから見てもこれまでの G クラスとは違う EQ であるということを象徴しているそんなデザインになっているのが特徴ということだそうです。 で肝心のメカニズムとか構造ですけれどもこれどのようになっているかという部分ですがこれですね現行の W463A ありますけれどもこの G クラスと同じようにラーダーフレームを用いているということはしっかりと明記されています。 今回の EQG になってもきっちりですねオフロード性能を確保しているというようなこともリリースには記されていてフロントのサスペンションはまあ独立圏外式これは現行のモデルと同じですねそしてリアはリジットアクセルというふうに書いてありますのでもうま全くです、ね、同じような足回りを持っているということで走破性に関してはこれはほとんど変わらないということを多分言いたいんだと思いますけれどもでここに EQ モデルとしてどのようなドライブトレインが入っているかというと4つのモーターがホイールの近くに搭載されてますよということが書いてありますねインフォイールモーターではないでしょうけれどもおそらくアクスルの中心あたりにモーターがあってそれでシャフトを介してホイールを回すような構造なんだと思いますなので構造的にはこれまであったプロペラシャフトとかセンターデフとかそういったところがなくなっていくんじゃないかなという底もつくわけですよねでこれによってまあ非常にユニークなドライビングキャラクターをオフロードで 提供できるものになっているというふうに書いてありますねでさらにこの EQG では 2速ののギアを持ってているという,ふうにも記されてますのでそらく配路切り替えもあって要するにオフロードでしっかりと走れるようなモードもきっちり作り込んでますよということでしょうね実際に4つのモーターが搭載された4区ということであればこれまではですねエンジンからの力を4輪に配分してまあデフロックなんかも含めさまざまな駆動をですね実現していたわけですけれどもこれが4つのモーターになることによって電子制御でこれまでにない細かな制御が可能になると思うんですよねなのでおそらく今まで デフロックを使ってましたけれどもこれを電子的なデフロックにして使うこともできますし例えば後輪の右側だけを駆動させてとか後輪の右側と前輪の左側のをちょっと配分を変えて動かしてあげてとかっていうようなことも容易にできるようになりますのでモーターであればそうなるともともとの走破性に加えてトラクションのコントロールが無限になってくるので相当に走破性も上がるんじゃないかなと。 いうところを予測できるわけですよねでメセス・ベンツはグラーツにですねこれのシェイクル・マウンテンというテストコースがあるんですけれども 1,445m ですね標高のところにある非常に有名な伝統的なもちろん原稿地クラスも テストされていてそこをテストしてクリアした車がやっぱり称号が与えられるのでドアを開けると G クラスの B ピラーの根元にはその山でテストしましたよっていうマークがですね入っているんですけれどももちろん僕の車にも入ってますけれども、まあ、そこでも当然この EV バージョンもテストしているということも書いてありますねで走行可能距離とかそういった性能については全然今回ですね歌われてないわけですけれども当然ですね4 0 0キロ5 0 0キロ当たり前に走れる性能は有すると。 いううところでしょうからそれを考えるとどんなふうに電池を積むのかというところにも非常に興味深いものがありますしさらにですね重量おそらく3トン超えるんじゃないかなと思うんですけども僕が乗ってる G400D ですでに2 5 0 0キロ2 5トンオーバーしてますのでそう考えると3トンは超えるだろうなっていうところですよね。果たしてそれがどんな風に走るのかというのは非常に興味深いいとところですよねというわけで細かな性能はまだちょっとわからないですけれども。 電動化されたですね。g クラスも。 コンセプトとして登場ししたとということでしかしですね今回半導体のでですすねね供給が来年以降も難ししいいいんじゃないかという話をしてるわけです、ね、今これは世界的に問題になってますけれども当然メッセスベンツだけではなくて日本の自動車メーカーを含む全てのメーカーが半導体不足によって、まあ、自動車の生産がですね、まあ、滞ってるわけですよね。でその問題の解消というのが、まあ、来年ぐらいに解消されるんじゃないかというふうに言われてたんですがメッセスはですね先日、まあ、ショーの会場で これれが23年ににも影響すするるだろううというふうに言われてるわてけです、ね、なので電動化よりも先にそういったです、ね、今抱えてる車の生産をどんなふうに解消していくかという部分もありますしそうなってくると電動化へのビジョンというものも、まあ、各社少し変わってくるんじゃないかなというそんなところもあるわけですね。ちょうど今その切り替えの時期でもあるということでしょうね。なのでまあ今回の e もうちょい先に出てくるというふうに言われてますけれども果たしてそれはどうなるのかというところでしょうね。まあうヨーロッパの今の流れでいうともう完全なる電動化にどのメーカーもですね走ってるわけですけれどもそれももしかしたら今後変わる可能性というのもあるわけですからそうなると果たして現実になるかどうかなというのは。 ななかなかに難しいところでしょうねそして言えるのは現時点でもすでに G クラスというのはディーラーでもう数年先でないと確保できないというふうに言われてるわけですよね。に加えてこの半導体の影響による生産の滞りが影響してきますので EQG よりもまずですね今作ってる G クラスが全数供給されるかどうかという部分もすごく気になるところですし遅れるだろうなというところもあるでしょうしそういう意味では G クラス今後どうなるか全く分からないと。 いうところが本音でございますとはいえ、まあ、一応電動のですね EQG これはありますよということが示されましたし実際にプロトタイプとして発表されたというニュースでございました。というわけでまた何かニュースがあれば速攻で解説したいと思います。チャンネル登録そしてこの動画への高評価も併せてよろしくお願いいたします。ラブカース TV 川口学でした